プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、いらっしゃいませ。ということでですね、プロ雀士が集まる憩いの場、麻雀遊戯カフェ、麻雀遊戯は昼営業を始めました。先ほどまで健全なですね営業を始めました。そこに初めてのお客様ということで瀬戸君は直樹プロに来ていただきました。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そうなんです、こういうご時世なんで、うん、そうね、ノンアルコールの、ノンアルコールの、はい、営業もしないと。そうですね、お酒ダメなんで、やっていけないんですよ、うちも。今後ね、Nリーガーでね、はい、10代の選手が現れるかもしれないんで、カフェも営業してないと、呼べないですからね、はい、でカフェの方もね、あの女性の従業員の方とかも増やしながら、華やかにしながら、いいですね、ちょっとバーとの、はい、差別化も図っていきたいなと思います。あ、いいですね。はい、ただ絵的にあの急遽作ったコーナーなんで、はい、もうちょっとこんな感じなんですよ、はい、いや、あの大丈夫です、あのちゃんとコーヒーチョコもね、一応、はい、そう全然映像的に見えてないんですけど、結構いいチョコ用意してそうですそうなんですよ、はい、結構3700円でしょ。すごいですね、すごいですね。じゃあ、あの後で包んでもらいますということでですね、まあ、はい、形式的にはバーの方とですね、流れはあまり変わらないんですけれども、瀬戸君のプロとですね、いろんなお話ができるなと思っております、はい、おります。でバーと同じようにですね、メニューを設けさせていただきまして、今回はですね、瀬戸熊直樹という男、 M リーグ2020を振り返る、プライベートは何してる、これからの麻雀会というような形のメニューを作らせていただきました。まああくまでこれはメニューお品書きですので、もう全然話など脱線しても構いませんので、楽しくお話できたらと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、まずちょっとね、あのコーヒー入れたいんで、はい、ちょっと選んでもらっていいですか。俺でも難しいな。いや僕ね、何が分かんないですよね。いや本当じゃあ僕は実験台ですね、はい、これ同じのが2つあるんで、そうですね、これは美味しいやつだと。あじゃあこれいきます。あ、これいきます、はい、一杯目は一杯目どうぞ。そうですね、でもこれお砂糖があったらいいですよね。あ、ちょっとまずはブラック、まずはちょっと、はい、飲んでください。どうですか。あ、何ですか。何ですか。提供しといて何ですか。キリマンジャロ。そうなんですね、分かんない。適当に言いました。瀬戸熊プロはお酒は飲まれないんですね。僕ね、はい、学生時代とサラリーマンの時はやっぱり飲んでたんですよ、はい、やっぱり僕らの時代って、なんか駆けつけ3杯とか一気とか流行ってたから、はい、鍛えれば飲めるようになるって言って結構飲まされてたんですけど、はい、やっぱ体質的にダメなんですよね。気持ちよく酔っ払ったことが一回もなくて。あ、なるほど。酔っ払う時はちょっと体調悪くなっちゃう。そうそう、麻雀業界に移ってきた時に、まあいっぱい飲む先輩もいましたけど、飲まなくても OK みたいな雰囲気もあったんで、そこからはもう全然飲まなくなる。そうだから瀬戸熊さんってもともとサラリーマンからですもんね。はい、そうです。麻雀やり始めたのは学生からなんですか。麻雀やり始めたのは高校時代ですね、はい、熊本だったんですけど、はい、有名な進学校行ってて、はいはい、休み時間に、あの割り箸の袋みたいなのを使ってやる、うん、カードマージャンが流行りだしたんですよ。へえ。あの割り箸の袋みたいなのが、これがここにカードを刺していく、はい、板付きのがあって、はい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 、それを机を使って15分休憩とかにみんな2極勝負とかでやりだして、それでカードマージャンがすごい大ブームになって、それは友達がやってて、それを見てやりたいなみたいな。それでもう学校中流行って、でまあ、途中禁止令と思って高校3年の時に野球部だったんですけど、終わって8割の生徒は受験勉強に入るんですけど、僕らドロップアウト組はそろそろ本当の麻雀牌で麻雀やらないかって話になって、それまで人の家とかではやってました、じゃらじゃらじゃら。でも受験勉強の期間にそんな家にお邪魔してたら絶対怒られるじゃないですか。そしたら早瀬っていうラグビー部だったやつなんですけど、そいつが当時あのスマホとかない時代なんで、タウンページを持ってきて、熊本版の。で、雀荘がまあ100件ぐらいあったので、片っ端に電話しだして、それで、学ランで入れますかって。すごい。そしたら、いいよって人があったんですよ。あの熊本大学の目の前にある、雀王っていう雀荘なんですけど、そこが僕らのたまり版なんですよ。それで、コーヒーを飲みながら、やって、それで当時麻雀の自動卓もガーって上がってくれて、エレベーターってダダダダダって斜めに来るじゃないですか。はい、あれで、それで熊本はね、3ワンと3ピンと3ドに赤が入ってるんですよ。そうですか。そう、それで3に赤が入ってて、でそこが僕らのたまり場になったんで、あの四六時中受験勉強もせず皆さん、あのクラスメートの皆さんが熊本大学目指してる中、その隣行っちゃったんですね。
あのそうですね、あと僕らその3年の同じ連中で20人ぐらいの麻雀グループがいたんですけど、全員浪人しました。それで浪人中にみんなやっぱり気づくわけですよ、こんなことしてるはいけない。それで1人やめ、2人やめ、1人ずつ1人ずつ勉強の方に、勉強の方にちゃんと向かったんですけど、僕だけ最後まで向かわずに3年も浪人して、でそろそろ親がどこでもいいから入れと、大学生になれって言われて、それで大学3年浪人して、3浪です。あ、そうなんですか。それで僕妹が3つ下がいるんですよね、はい、それで僕らの高校って1学年460人ぐらいなんですよ、多いですね。それで一番、まあ、進学校だったんで、東大も大体20人前後入るんですよね。それで当時中間期末テストっていうのがなくて、はい、うちの高校は、AT って言ってアチームメントテストっていうのが年に3回ぐらいあるんですね、はい、それで内申点とか決まって460人の成績が張り出されるわけですよ、うん、それで200番まで張り出されるんですね、で200番以内に入ると幕内、うん、400番から449番まで、ここが、4の字型って言われてる、うん、450番から460番まで10人ぐらいなんですけど、ここが死後の世界って呼ばれてる。で僕は、4の字型目から、まあ、死後の世界のあたりをこう、さまよってる感じで全然勉強しなくて、高校の先生も、ついてこれるやつだけついてこいみたいな方針なんですよ。進学校の感じがしない。だから授業中、寝てても何も怒られないし、それで僕らは高校3年の夏から麻雀に夢中だったんで、まず小手返しを覚えようって話で、そこにはついていこうとしなきゃ。まずあの、ね、小島武夫とか、やっぱ今ほどネット流行ない時代だから、あのビデオとか借りてくると小島武夫の小手返しをカチャカチャって4枚ぐらい飛ばすわけです。すげえってなって、みんな授業中に消しゴムを4つぐらい消しゴムを使ってないんで、それでこうやって一緒に小手返ししてて、授業が終わるじゃないですか、そしたら下に20個くらい消しゴムが転がってます。で授業終わるとまたその消しゴムを回収して、はい、毎回授業中小手返しして、それでみんな音もなくできるようになって、成果はありましたね。そういう高校時代で参浪して、まあ、入って、はい、でそれで4年で卒業したんですよ、うん、それで参浪した時に妹が3つしたんですよ、はい、それで僕は中学時代何も勉強しなくて、高校入れちゃったんですけど、はいはい、高校でドロップアウトして、だんだんこう人生が変わってますけど、妹は勉強全然できなかったんだけど、めちゃくちゃ勉強する子で真面目だったんだね、で中学時代も1日10時間とか勉強してて、それで、僕と同じ高校にギリギリで入るわけですよ。それで僕は自分の高校のレベル知ってたから、やめとけと、いや本当にもう4番でエースの集まりだから、うちは俺も後悔してるから、1つか2つ下げて、真ん中ぐらいの成績で楽しくやった方が絶対高校生活楽しいから、俺すごい本当にコンプレックス溜まったからって言ったら、まあ一応兄貴と同じ高校行くみたいな感じで受けたんですよね、はい、そっからまた10時間ぐらい勉強して、それでずっと幕内の50番内をキープしたんです。すごいすごい。僕三浪で3つ下なんで、大学入学一緒で、あの妹は指定校推薦ってあるんですよね、はい、学習院大学の文学部にうちの妹は入ってて、妹は大学入ってからもずっと勉強してたんですよ、すごい、やっぱ勉強好きなんですよね、すごいですね。僕大嫌いで、ずっと麻雀しかしてない多分麻雀に費やした時間は僕勉強してれば医者か弁護士になってよく思うんですけど、でも瀬戸君も10時間ぐらい小手返しをしてたの小手返しどころじゃないですそれであの大学卒業の時に、妹は卒業の時に学習院大学文学部の以上総大って言って1位だったんですよ、それで授業料全額返還した、すごい親孝行だ、そうめっちゃ親孝行だなって言って、その時親に言われた一言が、うちは男と女が逆だねって一言つぶやかれたって、申し訳ないなと思って、それで大学の4年の時に、僕らの時って就職結構僕ら側が有利な時代で、みんな早めに内定もらってたんですけど、僕だけ決まってなかったんですよ、なぜかっていうと僕はジャンゴロになるって決めてたある日サークルの部室で、まあ、なんかジャラジャラさせながらいた時に校内放送が鳴
なと、まあ瀬戸君は、職員室に来いみたいな大学の小田原さん、珍しいですよね。大学で呼び出される、大学で呼び出されるのめっちゃ珍しいですよ。俺何もしてないぞって言って、一応あの要領だけは良かったんで、もう卒業も単位も足りてるし、別に就職はしないけど、大学に迷惑かけるようなことしてないしって言ったら、就職指導室の赤松の優しそうな温厚そんな先生が、瀬戸君はお前だけだと、あの内定決まってない、卒業生で就職希望で家業以外の人で決まってないのお前だけだと、どうするんだって言われて、いや先生僕はあの麻雀で生きていくバカなんですよね、本当にバカなんですよね。始まったの、そう、そこでいやちょっとまだ資格取りますとか大学院行こうかなとか、また適当なこと言えばいいのに、いや僕は麻雀で行きますって言って、そしたら先生が、あ、麻雀か、麻雀は楽しいのは分かるけどちょっと待ってって言ってこの会社受けろって言われて、なんでですかって言って見たら、まあ結構業績もいい会社でちゃんとした会社だったんですよ。なんでですかって言ったら、この会社の社長は俺の同級生だと、この大学の同級生で、同級生5人でやってる会社だから、後輩でいいやついたらよこせってよく言われてるから、ここ受けよって言われて、でまあ、まあ一応ね、就職活動するのも、まあ、経験上損にはならないかなと思って、一応ほこりかぶったスーツを着て面接行ったんですよ、はい、就職指導室の先生と同級生の人事部長がいて、で岡さんって人だったの、岡さんが、ね、うん、岡さんが大学時代何してたと言われたんで、また赤正直に麻雀しかしてない九州男児、とことん九州男児ですそしたら、はい、麻雀かって、俺も一緒だって言い出して、それで、社長と会長もみんなうちの大学の先輩で、まあ、お前面白いから、あのちょっとじゃあ次社長面接やれって言って、社長面接して、得意なもんは何だって聞かれて、麻雀です。もう麻雀しか言ってないです。で、建築会社だったんで、営業で麻雀もよくやるらしいですよね。それで、まあ、お前は面白いから来いと言って、それで、うわ、決まっちゃったと思ったんですよ。いや、俺ジャンボロになるのに。いいことなんですよね。決まっちゃったなと思って、でもまあ、家に帰って、親に言ったんですよ。就職決まったって言ったら、めちゃくちゃ喜んだんですよ、両親が、はい、それで、こんなに喜んでくれるんだったらやろうかな、うん、ちょっと親孝行をそろそろしてもいいかな、すげえ迷惑かけてきたし、いや親としてはすげえ安心したと思うんですよ、この時も落ち着いてくれたからね、このボンクラボンがようやく人並みになったなって言って、うん、それでその時親父に言われたのが、多分お前の性格上またやりだすと思うけど3年だけ続けろと、石の上にも3年っていう言葉があるから、3年ちゃんとこの会社勤めたらその後はやりたいことやっていいって言われて、3年やってやりました。きっちり入社2年目ぐらいの時にプロテスト受けちゃって、やっぱマージャン好きでずっとやってたんですね、アフターファイブ毎日やってて、それでプロ連盟 の近代マージャンで見たわけです、はい、それで、受けに行って受かって、その2年の間に A リーグにストレートだったんです。でその時に会社も要領良かったんで、ちょっと可愛がられてたし、成績も良かったんで、課長にならないかって、出世ですね、これも分岐点が、そう普通の人は課長取りますよ、だってマージャンプロ当時何も食えないし、そうですね、あの仕事もない時代で、普通で面接の時もマージャンプロになっても食えないから仕事はちゃんと続けなさいって、もう本当にもう耳が痛くなるぐらい言われて、食えない世界だからって言われてたのに、課長になったり役職がつくってことは、やっぱりゴルフとか行かなきゃいけないし、そう土日もちょっとね、あの仕事から土日はプロリーグで忙しいし、こっちはとなると二択になったんですよ、まあ麻雀だなってそこは揺るがれなかったんですね。それで、上司にやりますって言って、なんでだって言われたら麻雀プロになりますって言って、多分内心この若者はって思ったと思うんですけど確かに上司の方は、ね、まあ、頑張れって言ってもらって、で、まあ、今に至る、まあ、好きなのは分かってましたもんね、会社のね、その上司の方が、もともと会社の社長も会長もみんな麻雀好きで、麻雀をコミュニケーションツールにして、まあ、結構可愛がられたりしてたんですけど、まあどうしてもやっぱ離れられなかったですよね。で、まあ多分僕が大人だったら会社員を続けながら麻雀プロ活動もしてたと思うんですけど、
ど、うん、一気にやめた瞬間には本当に食えなくなっちゃって、うん、分かってたけど分かってたけど、この収入に関しては無収入に近いってこと？無収入ですね。あのそれでまあ雀荘のメンバーやったり、うん、だけどそれは雀荘のメンバーとしての仕事とか雀荘のスタッフとして仕事であって、プロとしての活動ではないわけですね、うん、プロ雀士としての収入は、まあ、ゼロですね。だからプロ雀士としての仕事はほとんどなくて、うん、本当に近代麻雀の何切る問題、うん、何本作れとか、うん、まあ、何千円ですとか、うん、そういうのが本当に1ヶ月に1回あればいい方ですね、うん、それでまあ当時はやっぱり荒、うん、さんとか安藤さんの原作やってて、うん、まあ、原作でやっていくか、それで当時ちょこちょこ始まってたゲーム業界とタイアップしてゲームでやるかみたいなしかないような時代でしたね。仕事がないプラスプロ雀士としてお金だって払うんですもんね。そうです。それでお金を生む方法がなかったんですね当時。僕らの入ってから 4,5 年はやっぱり女流プロブームが来て、女流プロの方はゲストに行ったら客が集まるからって言ってやっぱりゲストに呼ばれるわけです。でも男性プロをゲストに呼んでもどうせ集まらないでしょとか思われてたんで、その時に僕が法王位になった時にこれじゃいけないと思って、法王位になった僕が食えなかったらもっと下で頑張ろうと思ってるのが食えないと思って、結構いろんなジャンソンにオファーかけてゲスト入れてくれませんかって言って最低賃金で取り出したんです。なるほどなるほど。営業活動した、営業活動っていうか、まあ一応つてを伝わって、でまあ、一応最初親しい友達とか呼んだりしてちょっとずつお客さんを増やしたっていうのが最初でしたね。はい、それで北海道の北海道本部の北さんがあの女流プロ結構呼んでたんですけど、そこに一回ちょっと騙されたと思って「瀬戸君は呼んでください」って言って「あのなんとか頑張りますから」って言って、まあ、結構お客さんが集まってくれたんですよ。でその時に北さんも「男子プロでも集まるんだ」ってちょっと考え方変えてくれて、そこからそういう風になってくる。いい話ですね。男性のプロ雀士の方の開拓者ですよね。いや、まあ、そんなおこがましいもんね。もっとあのやっぱ滝久とかもっと有名だったし、うん、仕事も多かったし、うん、でもなんか僕みたいになんか不器用で、うん、どうやって仕事をしていいか分かんない人間はどうしたらいいかなと思ったら、まだ一緒に打って楽しさを体感してもらうしかないなって、うん、それしかできなかったんで、まあ、そっちでしたね。瀬戸熊さんが入った時って同期というかその辺って同期は、山井さんですね。はい、1年先輩が大井君とか、あ、はい、まあ、あと、まあ、先輩藤崎さんとか、うんうん、その辺ですね。ちょっと下だと。ちょっと下だと滝沢とか。瀬戸熊さんが入った入った翌年かそのぐらいですね。に入ってきた。はい、でそのちょっと後に佐々木久人さん、うん、内川さんとか、そういった時に。レジェンド系はもうみんなもちろん先輩で、そうですね、その間ってもう瀬戸熊さんになるんですよね、はい、で僕らの時代って、うん、で麻雀プロを20年続けてる人って2通りしかないって言われたんです。一つは、うん、麻雀が鬼のように強いか、うん、でもう一つは家がお金を使う、この2つしか麻雀プロを続けていけないって言われてたんです。だから僕のような中途半端な人間は本当にもうなんとか周りに助けられて綱渡りで続けたんですまあちょっと恵まれてたのはやっぱり先輩たちが地道な活動をしてもらったんで、ちょっとずつテレビ対局とか増えてきてて、モンドとかもそうですし、最強戦もそうですし、ちょっとずつその外に名前を知ってもらう機会をちょっと得るような環境が整いつつあったんで、でもやっぱり麻雀ファイトクラブとかも大きかったですね。代表戦出ること自体が難しかったですね、昔は。あ、そうですね。はい、ちょうど今のシステムになってようやくなんかチャンスが頑張れば出れるかなって。そうですね。瀬戸熊さんにはね、ぜひ、ね、取ってもらいたいですけどね。取りたいですね。代表戦やっぱ歴史も結構長いですもんね。そうですね。プロ否定宣言とかも知ってる世代です。すごかったですよ。そんな宣言があったの？あったんですよ。アマチュアの方が何回か連覇勝っちゃった時に、はい、プロはもういらないだろう。話になって、で今だったらまあ多分ツイッターですごい議論になってた。いや炎上でしょ。あの時はね、うん、本当に近代マージャン読む端から端まで読んでましたからね、うん、プロの人のいろんなコメントが載ってて、そう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 、熱かったっす。あ、熱かったっす。熱く喧嘩してましたね。いやでもなんか瀬戸熊さんあれですよね、そのサラリーマン3年やったのは、まあ、はい、結構意味があるっていうか、うん、僕なんか接してて、なんかやっぱ、はい、結構ね社会経験ない人
で、なんでこいつってやつ結構いるんですけど、そこの3年間があって培ったとかあるんでしょうかもしれない。どうなんでしょうね。プラスには絶対なってます、ね、まあよく言われるんですけど、うん、ただ僕いろんなルール自分で持ってて、サラリーマンから麻雀プロになったじゃないですか。その時に一番麻雀プロになってよかったなって瞬間があったんですよ、1年目に、はい、サラリーマンの時もよく飲み会あった、うん、あのその時にと飲み会中はやっぱ仕事の愚痴とか、はい、あの人の悪口が7割ぐらい占めてて、うん、しかもなんかそれが新入社員とか若手だったんで、うん、でまあ、聞き役だったし、うなずいてるだけだったんで嫌だったんですよね、うん、それで麻雀プロになった瞬間に、まあ、あれ切るこれ切るとか麻雀の話が9割になったのと、あいつ杖弱いとかそういう話だったんで、あんまり悪口までなってなくて、それがすごい好きで、その時にあの僕自分の中で決めたことがあって、飲み会で嫌なのってその場にいない人の悪口を言い合う飲み会とか嫌いなんですよ。僕が悪口を言う時はその人本人に対しても言えることだけ言おうと思って、例えば星野さんこういうとこダメだよねって僕がそこでいない時に言った時に、星野さんと会った時にも言えることだけは言おうと決めたんですよ。サラリーマンやっぱ口もたまるしすごい分かるんですよね、うん、でも麻雀業界って言っても杖弱いとか、あいつの麻雀認めねえとか、そういうレベルなんで、強い弱いを決めるのが自分の腕でできるじゃないですか。あのやっぱ組織って難しくて、いろんな決まりがあったり、いろんな人間関係があったら難しいけど、麻雀業界は腕一本でも仕上がれるなと思ったので、それはなんかやる気になる。ただそのトップクラスになったとしても食えるドリームがなかった時代だったんで、だから今の人たちは幸せかなと思います、うん、その当時はそのモチベーション的には何が一番こうプロとして何をこうモチベーションするか。僕はとにかく方位ですね。あ、そうなんですね。うん、あの方位になっても、あの別に1億円もらえるとか、うん、フェラーリ乗れるとか、うん、そういう世界ではないんだけど、やり始めた以上、うん、方位だけは取ろうと思ったんですよ。うん、じゃあ取った時はもう、取った時はね、うん、あのもっとなんか喜ぶかなと思ったけど、うん、結構ほっとした気持ちが強くて、結構みんな言いますよね、取れないとすごく悔しいじゃないですか、一本手前とかも。でもね、一つだけ人間的に変わったことがあって、うん、やっぱ滝久が売り出されてたわけですよ、うん、次のスターを作ろうってことで、うん、やっぱり滝久に対してジェラシーあったんですね、僕の中で、うん、リーグは僕の方が上だったし、うん、なんで滝久がこうされるのかなとか思ってて、すごいジェラシーだったんだけど、でも自分が放送対局に出てみるとやっぱり2人の方が輝くわけですよ。その時にじゃあこの2人に勝てないんだったら俺は何をすればいいんだって言ったら、方位取るまでは絶対俺麻雀のことで後輩とか先輩に口答えするのやめようって決めたんですよ。批評、人の麻雀の批評するの絶対やめようと思ったんですよ。で方位取ったらここはこうした方がいいんじゃないのとか、こっちの方がいいんじゃないのって、まあ、初めてアドバイスしていい権利持つかなと思って、うん、でもすごいそういうなんかコンプレックスの塊の自分がいたんだけど、方位取った瞬間にゼロになりました。誰に対しても羨ましいと思わなくなったし、誰が恵まれてるとか誰がかわいそうだとかそういうのもなくて、方位取った瞬間にその全てがなくなった。それによって生活が保障されるとかそういうのがあればもっと良かったんですけど、そのお金とかも一切いらなかったし、方位を取れたってことだけで自分は生きていけるような気がしました、何やっても、うん、そのぐらい方位ってすごいなと思って。とてもいい話ですね。いやまあいい話でカットしてもらってお話聞いてると、瀬戸川プロはご自身でルールや縛りを作られることが多いですね。あのね、結局なんかいろいろやらかす可能性があるんで、うん、最強戦の解説してても炎上したこともありますし、なんかすごいストイックな感じが受けましたね、うん、お話を聞いて。いや、麻雀だけです。麻雀だけです。ちょっと麻雀に関してはストイックである。麻雀だけは本当に嘘つきたくないし、時代時代聞いておきたくないし、麻雀だけです。でもだからこそですよね、今その M リーグでも活躍されてますし、まあ、はい、もうちょっと頑張んなきゃいけないですけどね。この最初のテーマとして瀬戸川直樹という男っていうテーマだったんですけど、はい、そのテーマにぴったりの、あ、瀬戸川プロってこういう人なんだっていうのがすごくよく分かったなと、うん、あのね、不器用って変なとこだけ真面目なんで、まあ、真っ直ぐですね。分かんないですけど、麻雀だけですよ。あの他の人が多分プライベートとかどんなだらしなく
とかもすごい話いろいろ聞いても、うん、まあいいんじゃないみたいな、なんていうんですか、麻雀だけは、おいおいお前、それは違うの。麻雀と連盟に関する運営の仕事だけは本当にうるさいです。だから多分、居酒屋とかで、うるせえなみたいな。いっぱいいます。本当にうるさいと思います。僕のなんかあれでは、その瀬戸熊さんにも見放されたら終わりみたいな。仏のそんなことないけど、瀬戸熊にみたいな。でも僕が常々に思うのは、うん、例えば僕運営とかよくしてるんですけど、僕はちょっとしか見る時間なくても、僕ツヤのある麻雀打つ人好きなんですよ。うまく言えないですけど、ツヤある麻雀を見つけた時に。しばらくその子をちゃんと見るようにしてます。それでなんか誰かいい人いないって聞かれた時に、うん、あこいついいマージャン打ちますよって言えるようにはしようと思ってた、うん、映像系の人とか、うん、プロデューサーとかに伝えることも僕の大事な仕事だと思ってる、うん、あそれは助かりますね、はい、全部やっぱ見れないし、見れないし、そうそう、でイメージだけで僕も人づてに聞いた話であいついいよとかそういうのは一切信用しないようにしてます。それはなんでかっていうと、僕昔タイトル戦で、うん、あの人本当強いよって話をずっと聞いちゃってて、その1ヶ月ぐらい準備の期間に、うん、うわそんな強い人とやるんだって聞いてて、うん、実際やったらそんなに大したことなかった、うん、でももう一人の人は本当に強かったんですよ、うん、そういうのがあったんで、うん、自分の目だけを信じようってその時からなって、うん、だからどんな話も右から左にしといて、うん、自分で名前だけ覚えておいてチェックしようっていうのはしてます。なるほど。今もお時間的にこの最初のテーマにちょっとそろそろなっちゃうんですけど、はい、じゃあその瀬戸熊プロ的にこの方の麻雀はツヤのある麻雀するのが魅力的だなっていう後輩の方もし一人いらっしゃいます。あの本当にツヤのある麻雀、広柴田。僕 M リーグに広柴田が出たら、うん、絶対活躍すると思います。柴田のこと持ち上げたわけでもなく柴田に優しく麻雀打ってもらいたいわけでもなくて、言いますけど 今ですよ、今一番いい艶のある麻雀打つのが広柴田。これが2年後3年後また別の人になる、そのタイミングがあるんですよ、はい、今は、はい、広柴田さんが、はい、一番この段階でと、あの M リーグの監督の方もご覧になったら広島と広島、はい、皆さんぜひ、はい、ここ1、2年は買いですそれは本当に3年後は分かんないよもっとすごくなってるかもしれないし、あの本人のね、そう本人の頑張り次第だけど、うん、あの一番艶のある、なるほど、これ皆さん要チェックでお願いします。古橋ダメだったかいや古橋も5年後に艶のあるまで打つようになるかもしれないけど今一番ツヤのあるまで打つの誰ですかって言ったら広島です。間違いです。これは見たいですね、はい、いやそれではで、ね、続きましてその M リーグ2020を振り返るところで、ちょっと M リーグのお話も聞いていきたいんですが、ちょっと一回コーヒーブレイクをしてみます。美味しいコーヒーね、酸っぱいぐらいだと元取らないとやっぱストックマンプロにとって、はい、今シーズン取らせていただきましょう。今シーズンの M リーグはどのようなものだったのかという、まあ、感想を交えながらいろいろお話を聞いていきたいなと思っております。はいはい、まあ、まず1年目が全然ダメで、はい、2年目3年目はレギュラーはプラスしたんですけど、やっぱりセミファイナルでうまくいかなくてファイナル逃したんで、まあ、ファイナル逃したっていうのがやっぱり一番答えましたね。風が吹いてると